Welcome to Saturday Take-chan Yumi-chan. We hope you're having a great time. Now, Take-chan is going to answer your questions. ほら、ワクワクすっぞ。さあ、今回のご質問は、はい、塊の塊の塊さんからです。はい、これ魂じゃない？どっか。大丈夫。ちょっとね、思ったけど全部大丈夫でした。はい、もう塊がね、だいぶ今年かな、そろ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 3年言い続けたけど、そろそろノミネートはされるやろ、そろそろ。いや、やっぱ筋肉ぐらいも四半世紀ぐらい言わんといけない。おいね、いやいや、あの四半世紀言ってでも来んと思うけど。はい、まあそんな、今日はね、あのそのあれ前にまずこう最近あのちょっとあの高齢化してきたお土産紹介でございます。はい、ありがとうございます。はい、本日はですね、これあの北海道からのお土産なんですけど、実はこれ北海道で、これはね、地元のあのうちの近くの実はあの美味しい焼き鳥屋さん、響屋さんっていうんですけど、うん、のあのご夫婦が行ってきてお土産くれたんですけど、まあその響屋さんっていうのハツがめちゃくちゃ美味しいです。ハツがもうハツ、いろいろ全部美味しいんですけど、特にハツが異常に大きい。でもよく売り切れてるんで、うん、あの昔行った時にハツ20本とかやって、もう買い占めしたら、いやでも本当にそれぐらい美味しくて、まあいつもね、食べたい。はい、また今度じゃあ由美ちゃん連れて行きますので、うん、はい、その時はちゃんと3次会ぐらいまで残る覚悟で来てください。割り勘だって言うかと思った。いや、そんなことは言いませんよ。ちゃんと体に返してもらいますんで。はい、行きましょう。はい、行こうね。はいよ。待っています。ゆみちゃん、たけちゃん、こんにちは、はい。ウェッジのシャフトについての質問です。はい、最近までモーダス120の S が刺さったアイアンを使っていましたが、うん、自分が使うには重かったので、モーダス 105R の刺さったアイアンに変え、うん、重量や振り感に満足しています。はい、ウェッジもモーダス120を使っていたのですが、この場合継続して使ってもいいのか、はたまた105の S あたりに行った方がいいのか、何かおすすめがあれば教えていただきたいです。ヘッドスピードは42から43、うん、シャフトは、ドライバー 50g、5番ウッド 60g、 7番ウッド 60g、 UTT 70g で構成していますとのことです。はい、わかりました。まあ、あのウェッジのシャフトっていうのは、まあ、よく質問を受けるんですけど、まあ、あの基本的にそもそももうこれいつも言ってるんですけど、基本的に今のフィッティング理論っていうと基本的にはアイアンと同じシャフトを入れるのが普通です、うん、よくね、昔からよくね、あのウェッジは重いシャフトの方がいいと言われて続けてるんですけど、うんうん、今のフィッティング理論ってそもそもフルショットだろうがハーフショットだろうがプレーンは同じとこ通るわけですね。だからプレーンが同じやったらシャフトは変えるべきじゃないっていうのが今のフィッティング理論です。なるほど。まあ、ただ一つバンカー専用ウェッジっていう考え方になると、これはクリーンに打つことを前提にしてないじゃないですか。やっぱバンカーで基本的に手前からダフらせて滑らせてっていうことなんで、こうなってくるとちょっと重いシャフトでもいいのかなというのはまあ実際あるんですけども、あの基本的にまあボールをクリーンに捉えるっていうことを前提に考えれば、これはもうシャフトは同じシャフトを推奨してます。まあ、あのただね、これもこう言うと、いやそれはないわっていう人がおるんですよ。特に長くゴルフされてる方ってやっぱりもう昔からそのウェッジは重いシャフト入れるっていうのがもう定説みたいになって、それで慣れてる人はだからそれはそれで構わんと思って、別に数字が全てじゃないんで、だからそういう方は一応アイアンのシャフト重量から 10g 足ぐらいまでは構わんですよっていうふうには言ってます。だからそれ以上になるとやっぱちょっとあの返りがすごくなるので、できればアイアンシャフト重量から 10g までっていうふうにまでやったら僕は OK って言ってます、うん、だからそこはまあ感覚の方も大事にしていいのかなと今思ってるんですけども、だからこれはね、もちろんかしたら予算の関係で、まあ、今回の、塊の塊の塊さんは予算の関係とかもあると思うんで、まあウェッジまで、リシャフトできない方にも、まあ、お話はしてるんですよ。要は例えばその元のシャフトがあって 10g 増しで残っとんやけど、やっぱ変えた方がいいんですかって言っても、そこはまあ予算もあるじゃないですか。だからまあ、予算的にいけるやつは変えた方がいいです。もういけんならとりあえず使ってみましょうっていう話はしますね。で今回 の、まあ、あの質問で言うたら、アイアンがモーダス105の R にしたってことなん でカタログ表記これ 103g です。でウェッジのモーダス 120S っていうのは 114g なんで、まあ言うても 11g、まあ、さっき 10g って言いましたけど、これぐらいだったら誤差ですよね。だから少し重い方が振りやすいっていうことやったら、もう継続して僕は使ってもいいのかなとは思います。あのちなみに過去動画でこれ話したことあるんですけど、モーダスって結構ややこしくて、105の R の振動数と120の S の振動数がほぼ一緒なんです。だからそういう意味では硬さのフローっていうのはバッチリなんで、重さの問題が自分が特に重さがそんなに気にならんっていうやったらもうそのまま使用していいし、ちょっと重たいなってもし思うのならですよ、もっと重たいと思うのやったらやっぱり同じ、105の R にシャフトすべきかなというふうに思います。
で、ただこの質問に書いてあった105の S っていうのはもうこれ硬さのフローが全く取れませんだから、うん、この選択肢はないですね。なるほど。多分ちょっとあの重いしちょっと硬い石の方がいいっていうんで書かれたと思いますけど、それは硬さのフローもやっぱ大事なので、重さだけじゃなくて硬さのフローも大事なので105の S っていう選択肢は僕はまずないです。だからとりあえず今の120の S を使用してみて、まあちょっとやっぱり売ってて重さがちょっと重いなと思うんやったらもうそのまま105の R にあのシフトするのがまあ理想ですよね、うんうん、クラブで、うん、アイアンとウエッジって結構重さヘッド自体は違うんですか？違う、まあ、最近は比較的ピッチングからウエッジにとの差がそんなに減ってきている、あのその差がね少なくなってきているとは言うても、うんうん、やっぱ基本的にはピッチングウェッジよりもその後の下のウェッジ、ただ最近ピッチングと48度とかでいうとか50とかまでは一緒なパターンも多い、重量的には、うんうん、でだから長さも大体一緒なのが増えてきたけど、やっぱり、56とか58になるとやっぱちょっと重かったりする。なるほど。大体そうやね、ピッチングウェッジが290ぐらいかな大体よ。で56とか58は300前後が多いから、うん、まあだからその辺もまあ 10g 以内ぐらいのヘッドの重量差は絶対出よるね。うん、じゃあそれ普通同じシャフトだとしてもちょっとウェッジの方が重たくなるの？そうですね、同じシャフトウェッジの方が重くなる。だからピッチングがそうやね、さっき290だけど、まあ最近まあでも295までかな、最近はそのピッチングウェッジもよるしクラブにもよるから分からんけど、ただやっぱり56とか58の方が重い傾向にあるから。なるほど、うん、じゃあ今回はその重さについてちょっとこうなんか重たいな、いいように似てないなっていうようであれば、そのヘッド、あ、じゃない、シャフトをちょっと軽いように変えた方がいいかな。そうそうそう、だから結局ヘッド、なんで同じシャフトでいいかっていうと、ヘッド重量は間違いなく重くなってるわけですから、うん、だからそのシャフトで重量変える必要がないっていうのが今のフィッティング理論ですってことです。そうですね、はい、二重で重くなっちゃう、ね、そうそうそう、そういうこと、うん、はい、なのでぜひそのちょっとその重さどうかなっていうのをちょっと感覚で、うん、打ってみながら、もしちょっと重いようであれば軽いシャフトに、変更するのも、かなということで、はい、はい、それでは塊の塊の塊さん、ご参考になりましたでしょうか。それではサタデーたけちゃんゆみちゃん、また来週、バイバイ。次は塊5つぐらいのうちのどっかに魂入れてください。絶対好きっとそれ分からん。チャンネル登録高評価でたけちゃんゆみちゃん動画にすぐにアクセス、チャンネル登録よろしくお願いします。